はい、ということでどうもこんにちは、きなです。今回はですね、ついにこちらのね、前回歯茎悟空がね、覚醒7、そしてフルブーストにできたということで使っていこうと思います。いつも無料でね、僕覚醒させているっていうのがあって、覚醒のキャラクター使う動画ってなかなか上げないんですが、歯茎悟空めちゃめちゃ好きなんですよね、個人的に。うん、ドッカンバトルの LR でも一番欲しいキャラクターっていうレベルで、歯茎のね、あの元気玉の演出が好きということで、今回使っていこうと思います。はい、まあこんな感じで、なんかね、カウントが結構経つと余ダメージ上がったりして強いんで、はい、あとカワチェンジの玉吐きとヒダメカットが強いですね。という感じで、まあ時間稼げるこちらの身勝手と一緒に合わせたら強いんじゃないかということで、歯茎固定選出でやっていこうと思います。脱走の相手には緑2枚でやっていこうと思います。それでは行きましょう。はい、お願いします。相手は紫入りの未来ということなんで、まあさすがに龍拳出さずに歯茎ちゃん緑1枚でやっていこうと思います。それではお願いいたします。バッコシね、この歯茎ちゃん、まあ龍拳によってね、霞んで見えがちですが、普通に優秀なんでね。とりあえず弾回収したいな。かぶさせてほしい、かぶさせてほしい、かぶさせてほしい。焼き上がりして、ぽい、強っいきなり強い。一回見て、射撃。マジか。特殊ってくるかなって思ったけど、匠を反応して、まあ、回避入れちゃったけど、別にもらっても OK。おー、マジで。ここ強気に速射いきます。おー、マジか。回避入れてる。まあ、全然有利属性なんで OK。勝ったごちごちすぎて草。ここ出します。ごちごちすぎて草太郎で。で、カバチェンジにね、弾吐きあるんで、ちょっとこれは時間稼ごう。この身勝手との相性が最強と。なんか持ってるんだよな。いや、これ攻める必要もないな。反発いって、抑えて、神手で上げキャン行こうかな。釣れろ。神手射撃。OK。いやらしいタイミングで撃ちまして、いや、ここ出してくると思うんで外します。 OK、 完璧。さあ、余ダメージ結構乗ってますぜ。大丈夫、行っちゃおうかこれ。うん、先言っていいわ。歯茎マジで好きなんだよな。かっこよくない、このジョーラおじさんっていうところもいいわ。うー、読まれていく。ただこのゴチゴチ硬さ、味方回復入れましょう。跳ねた、タックル入れて射撃って、見えないか。抑えます。 OK、 これかぶさめても絶対耐えるんで。あー、そこはつか、そこどうしてくる。黄色買った。これ一旦カバチェン入れよう。 OK、 玉吐き入れて。硬すぎて優秀マジで。神で打撃いくか。 OK、一冊いこう。強すぎ優秀。さあ、この玉空き遅延サイクルよ。反応せずにいこう。もらってもいいから全然。 OK、 ピョン跳ねでいい。 OK、 最速取れて。いや、これちょっと一発歯茎いっとくか。歯茎いきましょう。一回見てこう。めっちゃ好きなんだよな。さすがに落とせないけど、究極の火力やっぱ高いな。でも、はい、一回ひれて。 OK、 さあ、ハグちゃんの強いところもう一回見せよう。中距離でこれね、バニー回復、即発か、超優秀と。でもさすがに、まあ赤切りでいいか。赤いらないわ。おお、場に使ってるんで打撃で突っ込もうかな。ああ、しっかり引いてくる。61覚えてこう。メイン、オッケー。角腕取って、このどんどん詰めていく感じがめちゃめちゃ楽しい。くっそ耐久高いの2体プラス身勝手だからね、じりじり相手を削っていける。ハグッちゃん最高だぜ。龍拳とは違った強さがあるわ、やっぱ。これは別に全然受けて OK なんで、座ります。
絶対かぶせ狙ってるんで、吹き止めないんで、まあ全然 OK。 ずらしてタックル OK。 有利属性なんでバッコシ持っていって、これいい感じでハグッチャンで倒したいけど、どうですかね。これいけるでしょ。ハグッチャンの勝利画面見よう。やっぱこのキャラめちゃめちゃ好きやわ。次行きましょう。2戦目は紫またまたいるんで、ちょっと龍拳出すことはできないですが、人造に次元をリーダーに入れたって感じかな。面白い編成お願いします。タピオカくんめちゃめちゃ刺さりいいぞ。これ突っ込もう。あ、ちょっと良くなかったな、今のタイミングミスってたわ。はい、ちょっとファンキーなことしました。まあ、とりあえず普通に出して、ハグちゃん頑張ってる一人で。ハグちゃん頑張ってくれてるんで、結構削るな、やっぱ人造キラーがでかいんかな。5体ムーブ刺して、オッケー。優秀。まあ、救出してきてもいいや。めちゃめちゃ受けるけど大丈夫か？それ。じゃあ素直に行きます。ちょ待って、なんか外れてるわ。これ普通に。受け流して、跳ねてないな。紙で打撃案いきましょう。おお、跳ねてたわ。タックルいって、必殺できたら必殺で、射撃しかないよ、相手射撃しかないよ。かぶせめっちゃしやすいよ。中距離射撃か。一組に行こう、ここ。オッケー、ライジングいきましょう。7-8なんでね、絶対落とした方がいいっていう判断です。タピオカのねワンアーツ分でワンチャン落とせない可能性あったんで、とりあえず7-8落とせるのはクソでかいよ。ナイス、全然受けて OK。 これもらいます。もらって圧つなげてこい。おい、これで玉吐き入れまして、いやハグちゃんやるね、いい仕事するわ、やっぱ強いマジで。ライジング切ってるんで、ジレンが特殊カバチに向こうか。なんか持ってんな、これ。怖い。あー、やられた。出そう。オッケー。115ぐらいで引いたかな。正直、身勝手落ちてもいいな、こうなると。タックルいって、ずらして、おー。あー、やられた、それは。ライジングじゃないんだ。出すか。玉吐き2回目入れまして、これ2回までだったっけ、玉吐き。めちゃめちゃいやらしいやろうね。OK。さあ、21号、かわいいけど、かわいさではハグちゃん倒せない。タックルくんいって、神手熱いきます。OK。完璧。また近づいてから撃てばよかったな。ミスト。まあ、ただ、ガッツシと、身勝手らしいの。これで、落とせるかな。あ、強っ。優秀。あ、待ってるわ。マジか。それはガバガバだったね、待機管理が。21号ちゃんパンチして、強っ。さあさあさあ、これ。これ、場に使って時間稼げます。ちょ、待って。なんか、回避できなかった。ただ歯茎には打ちたくないと。めちゃめちゃ嫌われてるわ。さあ中距離でこれね、時間稼いで身勝手の弓毛を貯めれると。メイン OK、 しっかりケアして。びっくり、見えないんだ。下がります。マジか、しっかりしてんな。ここ射撃来そう。 OK、 そうだよね。熱よーし、完璧。しっかり対応していきまして、強い。作ってくるか。めちゃめちゃサイクル戦になってるけど、これもう身勝手で超有利なんでね、何もしなくていい。めっちゃ跳ねるから釣れそうやな。押さえて、あー、しっかりしてんな。反応してこい。してこない、突っ込んでいい。 OK、 やっと削れたわ。どんだけ長いねこれ。しかもこれコスト重い、ジレンのせいでコスト重い。いや、撃っていいや。ずらして。ははっ。待って、長すぎて。出していい。絶対相手、めちゃめちゃ嫌やなって思ってるでし
21号ちゃん回復できる機械持ってたっけ。回避する。うわ遅れた。まあいいや、勝ってるでしょう。ずーっと一方的に攻撃入れてた気がするんで、さすがに勝ってるでしょうと。何歩入るこれ、520万。いや大丈夫だと思うけどな。抑えて見て射撃。あー負けんかかってもうたー、やらかしたわ。全然 OK、 黄色で受けてめちゃめちゃ長いのなんやねほんま、面白すぎだろ。詰めて OK、 よーし一つ行って大ダメージと。ここ入る。いやいやいやめちゃめちゃ粘られてまあ勝ってると思います。はいはい、ということで今回はですね、前回ハグキ悟空使っていきましたが、結構ね、龍拳とは違ったベクトルの強さというか、受けとしてやっぱり優秀だったんで、うん、玉吐きの能力は変わらず、強いんかなということですね。はい、まあ前回アビとか Z アビリティも割と汎用的だったりしますんで、アビリティ要因としても優秀なんで、ぜひね、演出も楽しいんで、使ってみてください。それではお疲れ様でした。